はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、ダンジョン高校攻略やっていきたいと思います。今回はいわゆる1周目ですね、クリアに向けて進めていきます。イベントは見ていきましょう。俺も全然イベント見たことないんで、ショートカットは設定しないでいきます。で、まあ、そのままねショートカット設定なしで、やっていくと多分めっちゃ長くなると思うので、まあ練習のところとかね、イベキャラのイベントとかは、どんどんスキップしていきましょう。で、まあ、ダンジョンのね性質上、クリアに向けてやろうとすると1サクセスをね使わないと、クリアできないので、まあ、まずはねやっぱり装備を揃える。で、揃ったら、クリアに向けて進めていくという流れになります。あ、そうなのそういう設定なの、監督全然知らんかったわ。定額になりかけた。あ、そっか、須藤君はあれか、速球がメインだから変化球の練習をしてるんだね。なるほどね、監督もそういう経緯で来たんだ全然知らなかったわ。じゃあまずはねまた急降車。おお、 240% いいね。で、一応ね才賀くん連れてきてるんですけど、あ、ここら辺は早送りしちゃっていいか。今回は攻略メインになるので、一応バウンサーはね金原も連れてきてるんで、まあ、二刀流金原に、なんだっけ、なんか変なレシピ6のハンマーみたいなの持たせて無双していこうと思います。で、キバはねレンジャーなんですけれども、大霊持ちを持ってるんで霊力があるんでね、キバは、連れてきてます。で、今回自分はガードで行きますので、ノゴロくんは連れてきてません。バリバリスティックにね、大霊がついてるんで、まあ幽霊相手でも、まあ、なんとかなりますという感じですね。で、金原はね、幽霊耐性がないので、まあ、アクセサリーをつけて補強していきましょう。お、ここら辺ちょっと、これ早送りでも見れるかね。いや、ちょっと早送りだと早すぎるか。トントンとか。この化け物は何だろうね。でかいよね。最初はさ、こんなでかいモンスター出なくない？なんか人食いゴキブリとか葉っぱとかさ、そんなんだけどさ、これでもね確かね外に出れないんですよね。ああ、そうか、主人公の名前はそのまま結構いろいろ呼ばれるのか。なんかミカミックスとかにしてもよかったかもね菅谷くんとかなんかそんな感じだったよね。まあいいんだけど、これはあれか、スカウトさんが来るとこだから。あ、最初こいつら来てなかったんだね。証拠、純度は低い宝石。え、マジで。こいつが装備を開発し君たちに提供する、ウィンウィンの関係。みんなと甲子園へ行きたい。クールダウンってすげえ論理的だな。旧校舎を調査すれば設備を整えるための費用が手に入る。で、まあ説明はね別に聞かなくて大丈夫で、今回はガードでいきます。まあ、基本的にね、あの主人公が死ぬと
撤退になっちゃうんで、やっぱりねヒットポイントの高いガードがいいですよね。で最初の探索はもう金原は入れちゃっていいかね。でレンジャーに関してはミサちゃんにしましょう最初は。でスナイパーは犬木と。で装備についてはロードをしていきます。バリバリスティック。で金原についてはそうか、金原用のアースシェイカーが二刀流になってないんだよね。解析モノクル、これ目利きの災害用になってるから、これを、あそうか、これ2つ作ってなかったわ、アースシェイカー。フラッシュグローブにするか。67の方が強いね。これ二刀流になるよね、大丈夫なはず。で犬木についてはジャイロ棒と真空ピストルですね。本当はジャイロ棒の二刀流でもいいんだけど、真空ピストルはね必中射撃があるんで、これめちゃくちゃ役立つんですよね。確実にダメージが与えられるんで。でアイススプレッド、これ貫通がついてるのがねいいんですよ本当に。よし、じゃあこれで探索をしていきましょう。まずは校舎入り口。100マイルを出すものとモンスターにぶつけるものじゃないここら辺はなんかあったよね、言ってたよね。よくそんなさアイススプレッドとかジャイロ棒とか作れるよな。まあ落ちてるものも半端ないからね、幻の合金みたいな。で最初はね、レベルを上げながらアイテムを取りながらいきましょう。出てきたね女の子。悪い人がいる。おお、幽霊的なあれか。よっぽど一人が怖かったでやんすね。じゃあまた例によって次は1階南廊下で、ここでびっくりマークは1回踏みますと。こういうのもね狙ったところに踏みたいんで、ここら辺かな。うわ、ちょっとだけ早かった。じゃあここら辺まあ少しね滑るからね、ここら辺を掴んどかないと。何もせずね一旦無駄になるっていうのはねちょっと悲しいんで、であとはまた敵と戦っていきましょう。大型の怪物が移動した後、階段の方に向かっている。いやまあ倒せるけどね。では1階階段へ行きましょう。まあここら辺はねまだまだ序盤なんで全然余裕なんですけど、で1階階段もなるべく敵を倒していきたいですね。まあ普通の敵でいいかな。そうでね、ジャイロ棒もね
貫通持ちなんで、これはもう絶対作っておいた方がいいですね。でジャイロ棒に関してはもう2本ねあっても全然いいです。で1周目が終わった後、2周目に関してもねジャイロ棒は後々も使っていけるんで、お互い不干渉。強そうなモンスターのいる場所には近づかないこと弱そうっぽかった。で、次は2階の南廊下ですね。ここも特に踏むものはないんで探索をしていきましょう。敵と戦いながら。ここは単に道を発見するだけか。じゃあ次は2階東廊下。ここは教室 2D を出さないといけないんで、1回踏めばいいんだっけ？なんかもう分かんなくなってきたな。ここら辺。いやー早かったね。今のはちょっと早かったね。28% も増えるんだ。ちょっと遅かったね。もう実際人食いゴキブリとか超気持ち悪いだろうね。どこで押せばいいか。この強敵マスが、いややばい、これはちょっとやばいぞ。うおーめっちゃ進む。これはいや何にもなく終わったな。こういうのがねあるからね。このターンはマジで何の収穫もなかったな。ここはねマジで 2D をね出しておかないといけないんで、階段もあるんですけど、ちょっと 2D を先に出しておきましょう。このルーペマスあたりで、うわ流れたな。よしこれで 2D オッケーオッケーオッケー。じゃあ2階の階段ですね。ここに行きましょう。そろそろミサちゃん外しても良さそうな気もするけど、11月に入ったら外すか。じゃあ次は3階南廊下。ここはちょっとボスっぽいやつがいるけど負けても大丈夫というところですね。また戦いながら行きますか。さっきのところがね全然戦闘しなかったからね。ただねそこまでカツカツにやらなくても多分大丈夫だと思うんだよね。まだ1周目だし。でも地下行った時がめっちゃ厳しくなるか。このゴキブリとかねマジやだ。根性持っててさ、根性に根性が発動するっておかしくない？ん？またさっきの少女だね。で、黒い女の子と。
おお、主人公足速くね。で、犬木くんはもうあれだね、ないね。アースシェイカーってさ、二刀流になってる？アースシェイカーと、フラッシュグローブって攻撃してくれんのかな。ちょっと見てみよう、ゆっくりめで。金原、アースシェイカー、フラッシュグローブ、いいね。外したけど。ってことは全部で3回攻撃か。そう思うと金原めちゃ強いよな。二刀流やっぱね、めちゃくちゃ火力出るよね。今の力は一体。怪人に気づかれる。モンスターを穴から出している。怪人は2階にいる。秘密の部屋で悪いことをしている。よし、じゃあ、次は教室 2D ですね。もう牙を入れました。回復アイテムすげえ忘れそうだな。ちょっと今のうちに開発できるものは開発しておこう。で、ここはもう普通にクリアするだけなんで、サクッといっちゃいましょう。聞こえた方向からして北のどこか。ではそのまま 2E に行きましょう。それでは次は2階の北廊下っすね。ここか。もう金原が38で敵レベルも38か。ちょっときつくなってきたね。隙間、こんな部屋今まであったか。鼻が利くはずの金倉でさえ気づけなかった。秘密の部屋、祭壇がある。ゲート、どうして監督はそんなことを知っているのか。僕はゲートの研究者なんだ。旧校舎の噂を聞きつけ調査のためこの学校に来た。見当はついているが確証はない。異界に怪人に秘密の部屋、隠し教室への道を発見したと。でね、この隠し教室の部屋がね、幽霊モンスターが出てくるんで、ちょっと耐霊用の装備をしないといけないんだけど、ミサちゃん告白来なかったね。まあ別にいいんだけど、
ちょっと金原の装備を変えましょう。ご機嫌メット防御力が高いんだよね。運動靴かな。ちょっとこれを不思議な機械に、しないといけないんで、ヒットポイントボーナスはちょっとマイナスになるのは痛いからな。まあレンジャーとか関係ないけどこれでいいか。で、一応これでスキルが霊力あるでしょ。でこいつはそもそも、バリバリスティックに霊丸がついてるから大丈夫。金払う OK で、牙も霊力があって、犬木も霊力があると。よし、これでじゃあ行きましょうかね。回復アイテムはもうちょっと見とくか。で、隠し教室行きましょう。45、金原がちょっと厳しいか。どうする、やってみるか。ヒットポイント 70% もあれだね。一応不意打ちは仕掛けられた。でジャイロ棒はね強いからなるべく一発で仕留めたい。真空ピストルもこっちだな。金原強いけどな、消耗が激しいな。ちょっとなるべくここは戦闘をしないでいきたい。無理か。うわ5人とか。すんげえ減ってんだけど大丈夫ダメっぽくね。爆発するからか、それでヒットポイントが減ってくんだな。いやまた敵か。ちょっと回復させるか。ジャイロ棒はやっぱり倒したいからね。アースシェイカー、犬気を回復せよ。これでいこう。で主人公も回復させておこう。この2つに1個あるのってね、結構うわ息を整えるか結構むごいな。基盤も一旦回復したい気がするけど、みんなの TP が減ってきたね。まあ、ここで探索が出てくれたのはありがたい。ちょっと今戦闘してる余裕がないからな。かといって TP を1回回復した気もするけど 100% になったね。ここはちょっとボスチックな戦いがあるんで。骨人の、お前たちを素材にしてもゲートは開かない。ゴミは掃除せねば。かの地に住みたる者たちよ、我が声に応えよ。ゲートから魔物、まあ大丈夫は大丈夫か。こいつらくらいだったら。恐怖になったのかなTP が足りないとかそれはごもっともで。金原ちょっとやばいね。まあでも強引に行きましょう。おお待って待って待って術師が現れてから祭壇のオーブがほのかに光っている。あれを破壊すればモンスターが出てこなくなるかもしれない。あのオーブを壊せばいい。埃が舞って何も見えない。貴様よくもゲートを。この女精神が欠けている。この小さな精神体、2人揃って最高の素材。これで完全なゲートを開くことができる。
あの怪人は人じゃない。中庭、保健室への道を発見した。これは普通にあれか、道を発見しただけだね。ちょっとね、保健室から生徒会室も行きたいんですよね。でちょっと本当だったら中庭に行かなきゃいけないんだけど、素材集めとかを兼ねて一旦保健室に行きます。で保健室から生徒会室だったかな、あの桜ちゃんがねいっぱい出るやつ。あれ生徒会室ってどこで手に入るんだっけ。まだここら辺が2分の1になってるから東廊下かな。あれ北廊下だっけ、職員室をクリアすれば出るんだっけ。ちょっとまあ余裕があれば、余裕があるんで、北廊下をクリアすれば生徒会室が出ますね。ちょっと生徒会室でアイテム集めをしましょう。煙幕用のね、ちょっと素材がやっぱり欲しいんで。ここにはちょっと才賀を連れてきた方が良かったかな。目利き入りの才賀。強敵とかは別にいいんだけどね。もう全然強敵じゃないし、こいつ。じゃあ中庭に行きましょう。まあ、ここはね、強敵が出た時には戦わないと。2階のゲートは閉じた。モンスターは湧いてこない。しかし校内のモンスターは増えている。異界の空気が流れ込んでいた。旧校舎を離れても平気なようになる。なるほど。ゲートの閉じ方を知っている。不意打ちか。ちょっといけるかな。どんくらいいけるんだ。必中でちょっとダメージを与えとこう。58、必中170。いや全然無理だ。
全然倒せんわこんなの。モンスター、茂みの中からモンスターが。地下への入り口がある。そういやさ、金原のさレベルが低いのってさ、そもそも金原のイベキャラレベルをさ上げてないからなんじゃないかってちょっと思ったんだけど、これイベキャラレベルを上げた方が初期レベルねちょっと高くなるはずなんで、金原はねプライオンにしただけのレベルしか上がってないはずなんで、ちょっと経験値稼ぎもしたいよね。じゃあ地下階段に行きたいですけど、さっきね不眠症になっちゃったんでねここで不眠症は痛いよな。レベル50か。まあ行こう。強敵が出てくるんだっけ。ここら辺の強敵マジ強いからね。でもこの速度であれば強敵は回避できそうだね。結構減ったね。一回回復も入れたからな。お、ちょっと早い。止まるのがさっきより全然早いぞ。居抜きが死ぬとマジ終わるからな。完全にうちのアタッカーだからね。でこれは先へ進むだけかな。まあ、サクセスが終わるまでにクリアできればいいんで、あとは地下道と地下礼拝堂の2つですね。もうちょっとレベルを上げてから4月。うわ来た、ここで不眠症とかマジ痛いわ。では地下道に入っていきましょう。ここもね回復アイテムが3か。そもそも煙幕が5個あるんだっけ。そうだね、回復系っていうかアイテムは全部でね10個しか持てないんで、まあ、これでいいか。地下道へ乗り込みましょう。もちろんねここも強敵マスは回避しないといけないんですけど、ここもいけるな。先に進むだけですね。これで地下礼拝堂を見つけたんで、地下礼拝堂をクリアすれば一応1周目と呼ばれるところがクリアになるんですけど、5月中はどうしようかな。ちょっと少しレベル上げを160180。いやこれは回復しつつ160だな。6月の1周くらいにはちょっと入って、でもし無理だったら6月の4周にはまた再挑戦するっていう流れでいこう。レベルはなるべく上げておきたいのと、体力も高めに保っておきたい。いいのがない、いいのがない。180だけど、180だけどちょっと
開発して乗り込むか。ここはねガラスの瓶を少し作ろう。炭だね、炭を3つくらい作っておく。でガラスの瓶で2つでしょ。で煙幕が5個だから7個でしょ。3つ持てんのか。そうするともう1個ガラスの瓶を作っておくか。で回復アイテム、回復スプレーはなんだかんだで役立つから1個持っておいて、で緊急用の時のために全回復薬。これで煙幕はねいくつあってもね実は困らないんで、持とう。よしこれでいきましょう。ヒットポイントは 100%。 地下で配動レベル57、金原くんがレベル58だけど、まあいいでしょう。回復、おーっとっとっとあの女ではなかったか。怪人がいるということはあの子もここにいるはず。怪人がいる場所よりもさらに奥、縛られて横たわっている。ゴミは掃除せねば。モンスターと怪人を倒すしかない。これがねこう挟まれるとさ、頼む止まんなかったかこのね強敵とかねマジ無理なんだよ本当に。もう煙幕でそのまま逃走します。これでどれだけ強敵を引かないか。うわー引き悪っただねここはねそれなりになんていうのパーセンテージが伸びるんで 10% とかだったらねかなり厳しいんだけど。滑るね、めちゃくちゃ滑るね。2分の1なんだけどね。おーいもう全部これやん。あと何個？今3個か。1回くらいは強敵に当たらないところに行かないとダメなんじゃないか。よしよしよし、特別イベント。これで100にはなったか。ま、一応煙幕。さあ残るはお前だけだ。我が自ら相手してやろう。敵は怪人だよ、たっぷりとお宝を隠し持っていそうだぜ。そうかでやっぱりまずはね隣のザコッパは排除。おおちょっとそのままやってしまった。真空ピストルで確実にこいつを倒そう。必中でちょっと待ってね。アイススプレッドはこっち、バリバリスティックもこっち、アースシェイカーもアタッカーだからこっち。OK 水でやがった。44くらいのか。アースシェイカーいや強い金原再生とかすげえな。そうかめんどくさいね、リロードは必要だな。金原がマジアタッカーだからな。ちょっとこれはいやもう全回復薬使っちゃおう。ケチらず行こう。うおいいね。ジャイロ棒ができるけどいや行こう、もう半分減ってるからな。金原まだいけるよね。よし当たった。いやー金原強いわ。初めて使ったけどさ本格的に二刀流金原いいね。あとやっぱりねスナイパーが強いよね。スナイパーが火力だけを重視していくんだったらスナイパー2人詰め込むのもね手なんですけど、結構装備を揃えるのがね大変なのと、スナイパー自体はそんなにヒットポイントが高くないんでって言っても金原もさヒットポイント高くないんだけどさ、ガードはねやっぱりヒットポイント高いっすよね。478あるんで。オーブを壊してゲートを閉じろ。任せろおりゃ。
グハ、あと少しで完全なるゲートを開き、主をお呼びでき、またゲートが閉じた衝撃でこの天井が崩れるかも。少しでも遅れたら危なかった。何のためにあんなことをやったかの謎。旧校舎に入っていった。君たちの名前を聞いていなかった。セイラちゃんが鬼だとすぐ見つかっちゃう。っていうか変わらなすぎじゃない？もともと一人の人間、9年前の事故の衝撃でセイラという人間の体と心が分離した。その体が私、心がこの子。ありがとうございます。完全に目が点になってる。顔近くない？これで一応1周目がクリアですね。あとは育成が終わるところまで普通に進むのかな。あ、いた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 。あの美人は一体誰でやんす。校内美少女データベース。黒いローブの女の子。見立てよりさらに美人でやんす。黒い子だった頃からずっと一緒だった。ということで、これでね、セイラちゃんのイベキャラをゲットして、でセイラちゃんをセットしてまたダンジョンをやると、先へね進めるという仕組みになってるんで、また次回からねレシピ集めと装備集めが始まります。でまたねどん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 敵も強くなっていくんでね、ダンジョン高校探索クリアおめでとう。でも謎はまだ残っている。セイラちゃんをデッキにセットしてプレイしてねと。セイラちゃんは選手登録までいかないと手に入ったことにならないから気をつけてと。セイラちゃんはガチャから排出されません。 R、PR、SR、PSR 4種類、リーダー設定できない特別な指キャラ。旧校舎で、特定の条件を満たすと確率で手に入ると。入手できる数には限りがあります。詳しくはシナリオ、ダンジョン高校の詳細説明をご確認くださいと。じゃあ飛びますか。まあとりあえず選手登録とかはしておけばいいんで。っていうかさ、なんか予備軍がさ実装されてからさ、
選手を登録しますか、はい、いいえがなくなったじゃないですか。勝手に予備軍に登録されてるじゃないですか。ダンジョン高校始まってからさ、クソみたいなさ選手がいっぱい予備軍にいるんだけど。というわけで、セイラちゃんね、無事ゲットして1周目を終えることができましたので、次回はまたね2周目のところから、ダンジョン高校やっていきたいと思います。まだまだね先は長いんで、いつ選手登録できるのかと言われたら、まだ先になりますけれども、今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。